左下のね赤いもやが見えたらストレス溜まってるっていうことなんで、まあ僕は全然感じてないんですけどね。ちょっと一旦顔だけ見させてもらっていいですか。一旦ちょっとハンマーで殴ってもいいですか。あ、みんなこれはやばい気がするわ。みんな顎引いて。はっ、ハントです？そういうゲームなの？ハミング意識して。ハミング意識します。あ、マジで怖いっす。前回が、謎解きカッコハテナを解いて終わったところですよね。え、何をしようと思ったんやっけ？じゃあ、窓を割っていく。窓じゃない。鏡を割っていったんですよね、いろいろ。鏡まだあったっけ？あ、重いよ。やめて。え？何今の？あれ、ここ行ったっけ？あ、行ってないわ。一発目。え？外やん。やった。あ、この家の全てが見える。やばい、気をつけないと米津玄師になっちゃう。え、めっちゃ生きるんやけど。おそらくは、え、どういうこと？戻された。これあ、戻されてるね。あ、こっちダメなんだ。なんかじゃ、は、あ、両方ダメなんだ。じゃあ、え？何をするの？ここが。この遊具か、やっぱり。あ、あ、なんか遅く、え、動かせるんやけど。だから何？あ、特に何もないかな、じゃあここは。まあ他の鏡、行きますか。ここは別に特に、これ、めくれたりもできないよね。うん。え、ここにあるやん。あったっけこんな。やばい。ちょっと暗闇、一旦ちょっと回復しよう。左下のね、赤いもやが見えたらストレス溜まってるっていうことなんで。まあ僕は全然感じてないんですけどね。おばあちゃん。ちょっとあれなんよね。やっぱりさ、このゲームちゃんとストーリーもあるからさ、そういうのも。考察しながらやっていきたいんだよね。What took you so long, George?夕飯の時間は早い。なのにいつも理由をつけては遅く帰ってくるんだから。また書斎で意味不明なこと書いたり、レコーダーに向かって話したの。あなたは私のことよりも仕事が大事なんじゃないかって思い始めたわ。私のことなんて飽きちゃったんでしょ。そうでしょ。できることならすぐにでも私を追い出したいんでしょ。ただ、ごめんなさい。疲れてるだけだ。私の特別なお茶を取ってきてくれない？どこにあるか知ってるでしょ。ここで待ってるわ、ジョージ。俺はジョージなんや。ちょっと一旦顔だけ見させてもらっていいですか。あ、これ以上前行けないです。一旦ちょっとハンマーで殴ってもいいですか。物は試しようね。ごめん。キーボックスのタグがついた鍵を見つけた。ドロレスとジョージの子供が、おそらく何らかの病気にかかってると。一旦戻るか。またね、ドウェイン。ドウェインって誰？ドロレスも浮気してんちゃうの？え？何ここ？え？まさかこれがお茶？あ、ちょっと待って。お茶、お茶優先で行きたいんやけど。何してんや？あら、行っちゃった。あれ？なんか前も来たな。あれ、俺あんな穴で飛び降りたっけ？いや、ちゃうわ。前は急に崩れたんやっけ？いや、ちゃう。ハンマーで壊したはず、確か。やばい、ちょ、このゲーム面白いわ。どこにあるの、ドロレス、お茶は。上かな？あ、それか、この辺か？こんな電気ついてたっけ？え？訪問客。ウーバー。え？あ、やばい。あ、みんな落ち着いて。落ち着こうか。な、落ち着いて。ドロレスが怒ってるよ。あ、鏡発見。ここ一回終わりますか？行くよ。せーの。めー。あ、いや、もうこのさ、この、こことここにある角が、やばい。めっちゃストレス溜まってら。いかん、いかんとあかん。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。もうみんなやばい、あ、みんなこれはやばい気がするわ。これはいよいよやばい気がするけど。あ。キュッ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 。
いやらしい BGM。メールボックス、メールボックスじゃねえ。なんだ、何やったっけ、ベビーモニターボックスみたいな。めっちゃあるわ。いやーもうあかんてこれは。うっ、時間てか前回そういえばさ、時計3つあったけどさ、何すればいいかわからんかったみたいなのがよくあったよね。あ、みんなこれは怖いわ、マジで。いやもうこのカセット取った瞬間急にな、前から横から来るで、絶対。行くよみんな、顎引いて、せーの、話せよ話せよ、せーの。あ、もう絶対来る絶対来る絶対来へんのかい。男は黙ってまっすぐってよく言うからさ、歯食いしばって行くわ、一回まっすぐ。一回左。じゃあ最後右な。なるほど。おそらくあの時計をじゃあ解かないと進まないんだ、道には。戻ろう。じゃあお茶どこですか？あれ？やばい、ここにも鏡あるわ、みんな。どんだけ道あるん？悪いまーす。串刺しピーポー。え、これジョージちゃうの？取ります。何これ、点滴袋やって。ナイフは外されたようだ。外されてませんけど。ドロレスがやったんかな。ドロレス結構ヤンデレっぽいから。こういうことあった、やっべ。なんか進めるイベント。おお、隠し扉。鍵がかけられている。これお茶？死ぬほど行くところあるやん。おそらく、この今僕が操作してるキャラ。マジであのババアやばいんやけど。ちょっと一旦、やっぱりこの家を思い出すって、あ、なんか、は、言ってなかったんやけど。なにこれ。戻れるんかい。あれ、俺ここ進んでなかったっけ。やばい、めっちゃ体と首が歪んじゃう。は？あかんかんかん、首がめっちゃ傾く。なんでこの足早いん？一応やめてよ、急に。え？ジョージ急にめっちゃ足早くなんねんけど。そのスピードで家の中も走って？いや、怖いわ、この速いのがない。逆に怖いね、これ。すごい、どういう道？で、この辺来たら急に足遅くなって、気づいたら、ちゃんと平行。やだ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 よーん。やだ、絶対なんか起きんもん。暗いです。ちょっと待って。え、マジでお茶どこ。ドロレスやい。あ、また鏡あったわ。行くよ。このさ、鏡あったらとにかく行くみたいな。何これ、え、何これ。は、うわ、えぐ。え、何これ、ちょっと待って、ちょっと待って。いやいやわ、もう、だってもう、この状況でさ、急に右向いた瞬間に顔さ、あるだけでもやばいからね、俺ちなみに。いや、怖すぎー。いや。あ、なるほどね。抜けてるだけね、普通に。いやらしいわ。え？あららららららら。なんだここは。なんかできそう。あ、いや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 、ありますぜ、クランク。そんな顔近づけんでも。いやいやわ、味方が。ちょっと、怖い、怖くない？めっちゃ綺麗やわ。外は全然夜じゃないのね。ナイフ？血みどろのナイフを見つけた。
ナイフを取りました。結構さ重要アイテム手に入ってんねんけど、あ、このカセットテープ聞きに行く、てか1個聞いてないよね。じゃあ2階に上がらないといけないんだよね。ここも開けてないやん。開けます。あった、てか一旦行くね。なんだこう、これだけ？なんかできるわ。なんかけどめっちゃいい、こういう場所を。ここでコーヒー飲みながら本読みたい。適切な道具があればこじ開けることができる。これか？これか？これか？なるほどね。何か道具を手に入れてここに来いと。あの、電気つけに行くわ。ついてるん？え？バグってる？もしかして。ちょっと2階、あが、みんなめっちゃ敏感になってる今。ちょっと待って、2階ってどうやって行くんやっけ。あ、なんかあるそちらの道を探検するのは多分後にした方がいいでしょう。やって優しい。あ、てかさ、さっきのさ、めっちゃ刺されてる人の場所いかんで、もう一回あの刺すみたいな。やば、暗い。ちょっとやめよう、やっぱり。あ、うわ、びっくりした。ここってさ、上なんもなかった。やばい、めっちゃ、あの、脳が見えてる。めっちゃ脳見えてる。脳、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 脳。落ち着いて。あ、やっべ。はっ、うわ、ちょっと待って、うん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 、これはどういうこと。何、正気度下がりすぎたからってこと今の。は、怖っ。ハントですそう、え、そういうゲームなの。もうちょっとそういうの、うわっ、は、え、マジでハントな件について。けど逃げるのは得意だから頑張って逃げまーす。あ、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 終わった終わった。やばい、めっちゃストレス感じてる。あかっ、ちょっと待って、マジ怖い、マジ怖い、マジ怖い、ごめん、マジで怖いわ。いや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 、ちょっと待って、そんな脳出てた今。ちょっと数字出してほしいな、ガチで怖いんやけど。あれ、おっさんの方向ってどうやって行くんやったっけ。みんな、え、行く場所なくね、マジで。一旦中入ってみるか。ん、あまた、え、ちょっと待って、けどさ、これでさ死んだらあそこに戻れるくない。一回ちょっとやってみていい。一番最初のとこに戻れる気がするんだ。お前一つなくなってたね、弾。え、じゃあこれ限りあるんか、もしかして。発射、あってそうじゃない。え、これヒント、それか。これ行った、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 行きました。あ、なんだこれ、あの車庫の部分だな。自分を銃で撃つことでヒントを得てるの。なるほど、おもろ。やった、戻ってこれた。じゃあちょ、一旦さ下行ってみるか。なんでやねん、これ何、これ何、これ何。あ、わかった、あのさ赤ちゃんのさところの場所の後にこれ見えたってことは、それを使うってことがここでちゃうの。来たけど、めっちゃ、ちょっと待って、めっちゃストレス溜まってる。ちょっと、真っ赤か、真っ赤か。真っ、あー、これダメだ。これ絶対来るよ、ハント。やばいわ。うわ。ちょっと待って、一旦これ下がらせて。長い、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 長い。ちょっといいよ、いいよ、いいよ、今、一旦いいよ。何これ。で、何を、あー、2階に行って、そうだ、カセット聞こう。この場所嫌。嫌い、嫌い、嫌い。ここ好き、ここ好き。今赤ちゃんのことが心配だ。彼女はあの子のことに取り憑かれている。ベイビーモニターからいつも赤ちゃんの泣き声が聞こえると言っている。電源が入っていない時でさえ。彼女は家の中の人形とあの子を見分けることができない。人形が赤ちゃんじゃなかったことと気づいて人形を投げたこともあった。
彼女が同じことを赤ちゃんにしてしまうんじゃないかと思うと不安だ。人形を持っていると勘違いして、家の中の人形すべて捨てた。すると今度はあの子を呼び続ける始末。あの子がどこにいるのか思い出せないようだ。常に二人に注意を払っていないといけない。仕事ができるのは彼女が落ち着いている時だけだ。まるで悪夢だ。ジョージ大変すぎん。ジョージ頑張ってるね。なんか広げれた。あれやん、時計3つあった場所。絶対覚えてんわ。みんな、あった。やめてください。やめてください。左から6時3時30分12時半。6時3時半12時半。ちゃう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 。ちゃう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 。いや、ちゃう、もうちょっとうざい、ハンマ。6時。はい。で、12時半。にょ。なんかカチって言ったよ。窓あるわ、てか。右下と左下。なるほど。真ん中だけじゃ閉めるってことか。お。で、あとこれなんよね。あ、向きね。あとこのおっさん変えるだけやん。え？ハミング？ハミング、ハミング、ハミング、ハミング。あ、なんか道も消えた？あ、ハミング、ハミング。ハミングって何？音楽の授業で聞いた覚えはあるけど。ハミング意識して。ハミング意識します。あ、マジで怖いっす。これやばいっす。これやばいっす。激ヤバ、激ヤバ。あ。止まらん。全然止まらん。ハミング、ハミング、ハミング。ハミング意識します。マジで。あかん。あかん。みんなちょ、もう。あ。行くわ、行くわ、行くな。よし。ハミング。ハミングお願いします。あ、も、すごい、モニター、ベビーモニター、ベニーモニター。あかん、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 なに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 、なに、なによ。ちょっと待って。もうハンマーええわ。なんで動いてん、このベビーモニター。あっ、絶対つけない。持ってるわ。あ、もうちょ、急にベビーモニター現れんなって、マジで。はっ、何これ。赤ちゃんの鳴き声聞こえんくなった。危ない人にはついていかない、関わらない。あ、ここや。刺そう、俺も。僕も刺します。で、いやいや、顔近すぎ。いや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 、視点やばすぎ。あ、なんか持ってたのね。まだ死んでなかったの？あなた。I love you.Me too. And you? 小さな鍵、これここか。 I love you. ドロレスさん、来ないでください。あ、の、コンコンはダメ。コンコンは指紋確認するで、マジで。じゃあさ、ちょ、ここで一回聞こう。行きます、せーの。ゴーミナミ。あ、もういいです。ごめんなさい。こういう覚え方せんとマジで覚えれんのよね、数字。これよく見たらゴーミナミやん。右下見てみんな。あかん、やばい。もう絶対溜まってきてる、これ。みんなどうする？もうまたあのさ、半年間迎えたらあかんの、ほんまきついって。
あ、いや、あ、あ、みんなグリアン、これみんなグリアン。てててーん、逃げます。はい、全然逃げれますからね、余裕で逃げれますよ。はい、もう暗すぎて何も見えません。終わりました皆さん、終わってないです、セーフ。これ聞かせたらどうなるかな。あのおばあちゃんの前でドロレスですよね、あなた。おい、どう自分の声聞いて、ちょっと恥ずかしい。うん、あるあるよねそれ、あるある、わかるわかる。え、何をする。いやけど結構さ、何の鍵で入れるかわからないっていう場所結構多分まだあるから、そこに使いに行く、頑張って。 I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities.